おはようございます。始まったよ、始まったよ。今夜も行くよ、クレイジーな夜更かし。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まりましたということで、始まりましたということでね、はい、メガネ可愛いって言われてます。メガネ、あ、メガネ可愛かった。メガネ可愛い、本当？メガネどう？可愛い可愛いって言ってます。可愛かったの？はい。逆にありなのかな。あとね、ミカエさんとね、セイマが来る。今ケンジグイグイではない、大丈夫、ま、ケンジグイグイじゃない、ね、まだ違う。ちょっとマジ酔った、ちょっとマジ酔った。今日みんな言ってましたね。うん、今日激しかった。弁当さんでーす、弁蔵さんでーす。いや、でも なんで今富士さんなんすか。いや、もうノーエモー、もう噴火するよ、俺ら今日噴火するよ、今日噴火する。マジ俺ら噴火する。なんかもう悪意があるもんね。悪意がある。もう今日はお前らに言いたいことがある。俺はアイマオさん、アイマオさん、アイマオさん、社員旅行すごい楽しかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。もう皆さんのおかげです、本当に。13日から17まで、17までです、4泊5日ですか、はい、僕たちセブ島行かせてもらってたんで、皆さんがね、やっぱり日頃、ね、僕たちをね支えてくれててね、僕らは海外でね、いろんなことできたんですよ。うん、間違いない。楽しめたね。楽しめた。うん、はい、噴火とか吹き、ごめんね。そう、だからもう本当にありがとうございます。みんなのおかげです。そうですね。はい。もう小麦色になってね、みんながね。なってね。俺の場合一回も海入んなかったわ、セブ島で。そう、本当もったいない。本当もったいない。もう部屋でずっと寝てたもん。信じられない。うん。セブ島、フィリピン、フィリピン。フィリピン。まず申し訳ないけど、俺フィリピンは合わねえ。普通に野良犬あんなにいると思わなかったし、まず俺黒い人苦手だ。最低だわ、マジ最低。普通にだってそんな お客さんからも、まあ黒くなって帰ってこないんでねって言われた瞬間、まず俺海行くなって言われてるもんやん。いや夜の屋台で焼き鳥食ったら腹壊すし。いや、それは私あんな、あれはやばいやばいやばい、ほんとやばい。だってほとんど裸足で歩いてんのみんな。ねね、マジみんな裸足、考えられない。みんな本当日本に生まれて本当に良かったって感じる。うん、本当に。本当日本で良かった。日本で良かった。あのね、海外の人ってね、冷たいよやっぱり。そう。こっちは日本人はやっぱ豊かだから、やっぱ経済的にもだから心も豊かになってくるの。うん、あっちも切羽詰まってるわ。切羽詰まってる。本当に肩揉まれて なんかマネマネって、チップチップ言われたから。肩も勝手に揉んでる。勝手に揉んで空港で。勝手に揉まれて勝手に金取られてもう。行くか二度とあんなところ。やべ、ちょ、顔面セブ島、そうそう。そうそう、顔面セブ島。俺顔面セブ島だから。顔面セブ島。ずっと海行くんだよ。ぶっちゃけ現地の人こんな顔ばっかり。最低。マジ最低ほんと。そう、なんかやっぱ日本が一番いい。日本の女が一番いい。日本の女がやっぱり。やっぱ僕は。じゃあ、まず。日本の女でドロップに来てくれるお客様が、そうそう、お姫様が一番いい、一番いい。もう本当に日本の女性が多分一番綺麗なんじゃないかなと思いました。一番綺麗だね、本当に。黒帯の無理。そう、ケンジ、購入国してきた。マジ、アタッシュケースに、何人抱いたらもう200人ぐらい抱いてきた。そうだね。いや、なんかでも、なんかそういう海外行くと、子供がさ、首になんかかけてくれるじゃん。そう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 。なんか貝殻みたいな。そう、貝殻とか、すごい一生懸命作ってること考えたら、うん、マジ、大人が肩もんだぐらいじゃ俺動かないし。そんな、大人でもやってくるけど、子供はでも。ああやって大人がしつけてるわけでしょ。ああ、お前ら行ってこいみたいな。貝殻を拾ってさ。ガイドが言ってたんですけど、うん、大人より子供が危ないらしいっすよ。あ、子供の方が賢い。子供の方が危ないらしいっす、ほんと。油断するじゃないですか、俺、マーさん、今、マーさんみたいに。それをなんかこうやってなんかかける後ろでするらしいっすよ。後ろからかけてくるじゃん。もうやばいっすやばい。あれ最悪引っ張られたらもう死ぬから。俺行かれるよ、もう頸動脈持ってかれる持ってかれる。
はい、そんな、やべえわ、そんなあの社員旅行でした。そう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 、はい、でも本当ご飯は本当あんま美味しくなかったですね。日本食はやっぱ最高っすもん。あと水がとにかくまずい、うん、あの確かに、うん、水道水はまず飲むなって言われたんですけど、うん、僕飲んだんすよ。やばっやばっ、それっすよ。腹壊したのご飯じゃないよ。みんなさ風呂入ってシャワー浴びるときにさ一回さ一回口に1シャワーかける。シャワーじゃんない。やんないっすよ。バオさんだけ一回口の中でゆすがない。バオさんだけ。それシャワーシャワー入って本当にだから俺絶対やるの。なんか風呂入ってシャワーをまあまあ口の中にもかけるわけ。それしたら、まあ、そのまま喉に通っちゃったってことなんで。それ、うん、もしかしてシャワーでビンタの練習してるんですか。シャワーでビンタしてる。勢い半端ねえよ、マジで。ホントにだからもう風呂場でションベンするのと一緒や。いやそれは分かる、それは分かる、うん、全然それはする、それはする、うん、もはやフィリピンの水より俺のションベンの方が綺麗なんじゃないかな。はい、最悪や、マジで。なんで今日2人なのかって言ったら、もうやっぱみんな旅行後でやっぱりなんか今お店がすごいね賑やかになってるんで、みんな酔っちゃって。そう本当にね、みんな頑張ったんですけど、僕らだけ仕事は不真面目なんで、あんまり酔わずに今日乗り切れたって2人です。はい、わざわざ俺フィリピンバカにしてないからね。俺フィリピンのなんつうの、その習慣とかに俺はやっぱ個人的日本人として、うん、まあ苦手だなってバカにはしてない、うんうん、現状だもんだって。それは現状ね、確かに、うん、そうフィリピンって国敵に回しません僕は。勝てないんで僕。まずはまずは俺すげえ透明人間みたいになってるんですけどね、これが存在価値ってもんだ。そうそうそう、きっときっとそ、俺はそれくらいの薄れない人間だよ。やっぱ薄れていきます。これはこれ薄れていくよ本当にね。じゃあ飲むか、俺ら飲みましょう、一杯一杯飲みましょう。普通に酒飲みたいわ。それマジっすか。うん、やっぱ強いな、お酒飲みたい。え、皆さん今飲んでますか。僕らと一緒に飲みましょう。やっぱ寂しかったですか、やっぱ、うん、ドロップ、ドロップの放送、ミルクだったんですかね。先週ミルクだった、うん、つまんなかったでしょ。、うん、ミルクつまんないって結構自分のお客さんは言ってるんですよ。知り合いとかホストのね、界隈の皆さん、どんな話してんすかね。ミルクの回ってあんま見たことないんですよ、うん、ミルクはね、多分自分守ってんだよな。いや、クレイジー感出てないみたいな。出てない出てない。嫌われることを恐れてる。だってそんな、あ、彼氏と飲んでる。彼氏と飲んでるの。わしは、飲むだけじゃ足りんやろ、お前。そっから追っ始めるやろうが。わしは、2曲後。はい、2曲後。何を始めるんや。初見です。左の人が真央くん。いや、右が、こっちの真央くん。あ、どうも真央です。あの真央です。そうです、そうです。うん、やっぱドロップがいいよ。うん、うん、そうだよ。多分そんな普通の会話聞いたところで、うん、こうやって多分画面越しで見ててもつまんないと思う。うん、確かに。俺らのオナニー見てるのが一番楽しい。そう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 、そう、あのすげえぶっこんだ会話。ぶっこんだ会話の方がいいと思います。もううち守りに入ってないですからね。守りません、守りません、何も守んない。うん、どうする、今日は何します。みんなで酒飲みますか。何か聞きたいことないの。その、うん、そのみんなでそのセブ島の行ったことで何かどうだったみたいな。あ、でも一番受けたのが、うん、あの空港でなんか12日までの罰ゲームがあって、イベントのやつで、で、マオさん成田空港でラッスン5で 8.6 秒バズーカの格好を後期としてたの。写メ見せようか。そう、写メ、あれ送ってください。僕、やっぱり取締役なんで一応、まあ、班がありまして、まあ、売上対決っていうさ、女の子が一番嫌いなイベントをね、内勤のね、思考で、まあ、決められちゃって、最低。まあ、ね、僕はやりたくなかったんですけど、売上対決なんて。全部俺のせい。そう。なんですけど、無理やりやらされて、まあ、その時負けて、まあ俺としてはね、班の子たちに申し訳ないっていう罪悪感と、なんかすごい旅行前に気分害したなって思われたんですけど、あ、サイン求めた、ね、うん、そうそうそう、なんで知ってんの。じゃ、それそう、これ空港で、まずクレイジー、あそこのあれに送ったら、うん、あ、アップしてくれるっす。え、俺送り方とかわかんないの。あ、違う、普通に写真送る。これ、これ、空港で俺これが見えるかな。まず全然見えないっす。見えてるでしょ、これ、はい、これで空港行き帰り、うん、行ったんすよ、これ 8.6 秒わずか。もうむしろ日本ではもうさ、うん、もう過ぎてんじゃん、もう結局結局人気なんてもんは、はい、そんな格好させられて無理やりね。だったら空港でオナニーした方が楽ですよ、僕確か。そう、サイン求められて。そう、サイン求められて。最悪でしょ。
ほんとにキャーって言われて。誰と誰が来たんじゃないの。あ、こい、あっ、なんで、なんで、ネタガリ来ました。酔っ払いすぎて来ちゃいました。よしよし、いいよいいよ、ウェルカムだ、ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム、いいっすか。いいよ、ウェルカムだ、いいっすか。ほんとウェルカムだ。ドロップドロップ、イケメン来ちゃう、ミヤユキシリンでーす。イケメンです、イケメンです。やったぜ、やったぜ。酔っ払いすぎて。あ、いいよ、今日走ってるよ。聞いてください、俺5分間ぐらいずっとあの目の前でこんな酔っ払いが出ていいのかなと思って、歩き回ってた。歩き回って5分間ずっと、あの外のモニターで見てたんでしょ。見てました。5分間ずっと見てたんですよ。なんでお前従業員がリスナーさんに。そうそうそう。で、あの、いや、真央さんがずっと喋ってるわと思って、うん、で、誰がおるんだろうと思って見たら、ケンジさん。いや、見かけたんって書くから、見かけだと思って。おい、違うかね。おい、おい、ちょ、目悪いから、かえ、みやび、みやび、あ、ちょっと、あの、批評、不評はやめて。不評やめて。不評やめとけ。そういうのはやめとけよ、ほんまに。みやびの悪口言うやつってさ、あれやっぱ男だと思う。よしよし、悔しいんだよ、悔しいんだよ。声が顔がイケメンなのに。でも俺声嫌いか。声に関しては俺の方がダミ声でもいい。ダミ声めっちゃ面白いよ、これ。こうやって喋り専門だから声が枯れるの、どうしても。フィルムのやつら結構声綺麗でしょ。それって仕事してないからだよ。俺らは女の子たちを一生懸命笑わせたい。おもてなしをね。そうそうそう。うるせえんだけど、じゃあみんなお前。3、4、8。お前はみんな来るよ。真央さんってどんな人って、どの人で、はい、はい。俺、脇汗すごいから。顔と声が合ってない。知らん、そうなの、知らん。口が悪い女の子大募集だしね。大募集、大募集。どん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 叩いてくれ、俺らを。そう、見せ物なんだから。そう、見せ物、見せ物。外やったらコメント見れんから、すっごいしょうもなくて、もう喋ってることしか聞こえない。あ、確かに、そうだよね。どんなコメントが来てるんだろうって思って、本当にもう気づいたら入ってました。入ってた。気づいたら中に入ってました。じゃあ、みやびが来るってすげえ、はい、ウケるんだけど。声でかいからな、俺。だから、みやびうるせえんだけどって。じゃあ、お前見るの？みやびが喋った時だけ耳こうしろ。ほら、好きって言ってる子は耳かっ、耳の、耳クソほじって、もうかっぽじって。そうだ。みやびマジ久々だね。めっちゃ久々っすね。だから、そうだ。そう、そうだよね。俺、ちょっと苦手なんでございます。そう、言ってたもんね。人前さん苦手なんで。いやけどなんか、いやもう久々でこんなど真ん中座るとか全然大丈夫だよ。全然みやびさん、みやびさん、もっともっと僕のコメントをくれないと僕次からもっと出なくなるよ、ほんとに。一つ言って、今真央さんがちょっと格好つけ出したからみんな気をつけて、ほんとに。愛しの見かけたん、ね、なに、一緒に見かけたんね。あー、もうそういう女大嫌いだわ。男にタン付けの女嫌いだわ。タン付けの女嫌いだわ。真央タン、真央タンって、真央タンとか言って絶対喜んでるから。真央タソ、真央タソ、真央タソ。ギャルやん、真央タソって。ほんとに、いやもうこのギャルどうにかしてるわ、ほんとに。デコ広いギャルが。いや違う、今でも痩せたってほんとみんなよく分かったね、ほんとに。そんなコメントどこにあんの。ウエストが相当やばいよね。ウエストやばいっす、ほんとに。だって今のデニムだって超でかくなった。超でかくなったっす、ほんとに。ね、前は見苦しかったからね。パツパツ、パツパツやろ、ほんまに。最低だよ。ピースじゃなくてハート作って。ハート、ほらほら、見て。もう一気にコメント減るからやめてよ、ほんとに。そんな要望やめて。みんな愛してるよ。みんな愛してるよ。コメント減っちゃうから、マジで。なんかキャワタンってさ、あのうちにもいるんですよ。なんかちょっとね、どうしようもない内勤が一人いて、ミナミって言うんですけど、そいつがね、あのとりあえず女の子にキャワタンっていうのがいいと思って、内勤、内勤なんだよ、内勤。もうつけ回した時に女の子にキャワタンつって機嫌直させるっていう。全然治らないから。全然治らない。イケメンに言われたらいいかもしれないけどね。まあ大体あの言ってるんですけどね、みんな、あの南がキャバタンって言った後に、女の子は耳打ちで、なんであの豚みたいな、すごい言ってるんですよ。細検索して豚野郎だから。豚野郎結構言われてるんですよ、本当に。南豚野郎だから。ピグモ、ピグモ、ピグモ、ピグモだね。あ、可愛いかもしれない。可愛いやん、ピグモ。でそれなんかね、あの現なんか俺南と一緒に行動してて、で現地の床屋であいつ、あ、まあ、おまかせでってでしょ、おまかせで切らせようとしたんですよ、あいつ。内勤なのに、イケメン面らする。そうそうそう、本当にも一番嫌い。はい、それでは CM で。CM でお願いします
ようこそ僕のシンデレラ。俺もあんたみたいになれるかな。上げ出したということで、髪投げちゃうわ。そう、でも真央さんはね、多分本当に髪長い方がかっこいい。いやもうなんか、もうさ、見かけと真央とセイマだけでいいんだけどって、お前に言われたってそんなうちは動かねえ。756見るな。見かけね、お前見かけ、今日本当に酔っちゃったから、酔った勢いで来たのごめんやわ。見かけ求めてたかもしれないけど、ごめん。初指名はね、2万円から、うん、最低料金が2万円、うん、もうツイッターで見、やっぱツイッターとか宣伝してもいいんじゃないですか。宣伝する従業員ね、もう。あ、違う、ここ、とかにツイッターとか、俺、ツイッターのあの、ぐちゃぐちゃな文字あるじゃないですか。俺、それが解読、なんかあの、登録する時に最初なんかぐちゃぐちゃな文字あるじゃないですか。これそれが読み切れなくて登録できたことないんですよ。何してんの。はい、え、なんか読み方が分かんないですよね。それなんか変だよ。あ、分かった、あの、あれね、なんか文字適当の数字とかなんかわけわかんない角度で送ってくるやつ、あの、筆記体みたいなやつが、え、これなんて読むのみたいな感じで、そんなやってもらったらいいかな。いや、なんかあの、普通の文字で書いてくれたら登録できるんやけど、いや、ぐちゃぐちゃすぎて登録できなくて、いや、俺も登録できたらここに貼っつけるよ、ほんとに貼っつけたよ。みんなの顔面見えんぐらいに、みんなアクセスしろみたいな。ツイッター、インスタ、フェイスブックやってるよ。まずインスタって何なんですか。インスタグラムなんてすごいよね。だってあのフィリピンで泊まっ…待って待って待って、インスタすごいよ。インスタすごいの聞いて聞いて、なんかフィリピンのラディソンブルーだかっていうホテルに泊まったんですよ、僕たち。してそれを乗っけたの、タグ付けて。したらシャープ何々って言ったらそこに飛べるんよ。したらそこのホテルからフォロー来て、マジっすか。そんななんて来たんですか。ライソンブルー絶対そんなにいかじゃない。じゃあ分かんねえって声なんて分かんないけど。そうそう、インスタで。まず、追いかけて、追いかけて。ライソンブルー OK? じゃあ分かんないけど、そう、そうやってなんか、誰見てくれてんだよ。ありがとう。やってるわよ、みんな。え、そうなんだ。なんか昔の、あの、全力プロフィールみたいな。出会いの場ですか。すごいすごいすごい。やったほうがいい。SMS とはした方がいいね。いや、確かにですね、今それがすごいですからね。そう、 SM、 それ SM 全部で SMS。 SMS。 そう、本当にすぐ来た。へぇ、今が登録してみんなに解読してもらうから、この人なんて読むのって、この文字なり全然わからへんもんね。 SNS だね。そうだね、 SMS じゃないね。あ、それ連絡くれない女の子にいつもやってるやつ。LINE 開かねえ女にすぐ俺 SMS ショートメール、ショートメール、何でお前連絡返さねえんだよって。スタンプ送れねえじゃねえか。プレゼントできねえじゃねえか。未読無視が一番やべえから。真央さんはそういうの厳しいからすぐ、いや、そこを返さないだったら分かると思う。俺 LINE 開かないやつにすぐショートメール送る。そうそう、すぐ送ります。でも、真央さん現地に LINE するときも絶対ショートメール LINE で送ってんのに。ケンジにやり方知ってます。ケンジにやるときはちょっと気まずいときはショートメール。そう気まずい内容のときはショートメールで来て。でもマジウケんのが、俺 LINE で送ったのにショートメールで返ってくる。一応開いてんだよ。一応開いてる。 LINE でいいじゃんみたいな。そうなんかLINE ってさ、気持ち伝わんなくない。ショートメールの方が多分危機感。いや、一緒一緒だよ。文章なんで一緒なんすよ、結局は。一緒だよ。バカな話あるかな。普通に考えて、そんなバカな人おらんから。分かった分かった分かった。じゃあ聞いていい、これ質問が。もう見てくれてる人に質問だけど、質問、はい。ショートメールで好きだって言われるのと、 LINE で好きだスタンプポンって、もう2通か1通の重み、どっちがいい。あ、これアンケート取りましょう。アンケート取りましょう。ショートメールか、
LINE かで告白されるんだったらどっちがいいか、そう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 、3つ目足していいですか、そうだから3つ目、いいよ電話で好きだって言われるのどっちがいい、それ電話じゃん、それ電話で好きだって言われるのどっちがいい、それはまだ電話で好きだって言われるのって断る側ももう言ったらいろいろ考えなきゃいけないからそれは迷惑なんだ、あーはいはい、でもまあまあ男の意見でね、はい、ここは女の意見も電話、はい、断る側って大変だから電話なんてダメなんだよ、直接なんてもっとダメだよお前そいつのこと好きじゃねえ断るときどうしたらいいのお前、いきなり好きだ言われてお前好きじゃねえよって言い返すの、断る側の気持ちも考えた上でショートメールの方がいいから、やばいやばい、何これ富士山ですか、登りすぎた、やばいやばい、俺ら日本一揃おうと思ってるからねやっぱもうこんなから富士山で固定しましょう僕はもう告白してくれるんだったらショートメールがいいっすわ、ショートメール、うん、それ殺風景だ、それがいきなり加えてほしい、ちょっと待って、まあ、そしたらラリソンブルー、ラリソンブルー、ラリソンブルー、マイラリソンブルーピースはい、それがあれですよね、まあ実家にいきなり電話かけるかっすよね、実家って重すぎねえか、実家多いな、ね、まあ、気持ち悪いよ、それで信じてくれない、今からかけるから電話番号載せろよ今すぐかけろ、俺携帯用意しとくから、ほんと直接告白もいいけどさ、うん、それってやっぱり君たちは相手がちょっと自分のことを、うん、あ好きでいるなって確認してからすることじゃん、まあ、確かに、もう分かんない状況だよ、うん、そんなの告白なんて白鳥やばい、白鳥、何何白鳥、白鳥、ね、白鳥、白鳥じゃん、誰かと白鳥がいるんだ、上の後ろに白鳥ったんやあ、このもう本当に今日のゲストなんだ、今日のゲスト、よしよし、あ、来た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 、可愛いなお前、え、電話ないやんこれ、電話、電話はいらない、ほらほら、ショートメール、負けた、あ、LINE なんだ、 LINE だ、ほんじゃ、じゃない、ないやっぱ、ゆとりだね、やっぱこれゆとりだわ、あの人生的にね、人生経験値足りないと思う、うん、だったらどうするの、お前郵便できたらどうするの、告白ね、一番いいじゃん、多分こんな感じで言ったら LINE よりメッセージより、はい、それはもうタトゥー入れるかどうする、タトゥー入れるすげえおめえじゃないですか、愛してるぜマジおめえじゃないですかさあメールとかもみんな使ってないか、メール使ってない、ショートメールは使ってるよ、ショートメールは使う、うん、意外とショートメールだって絶対画面に出るんだもん、今すぐ、だって俺今すぐ伝えたいから好きって送るんだもん、今すぐ画面に表示してほしいから、ね、あ、そうそれ LINE じゃないですか、あれどっちも出るんだ、どっちも出るんだ、あの、あるのか、ショートメール出るんだ、LINE は意外と非表示になるんですけど、そうあれは、そのメールは出るママ的にはショートメールだな、そうなんだろ、ちょっとでも早いっちゃ早い、多分平成2年以降は多分 LINE なんだけど、平成2年前は多分ショートメール派なんだよね、あーもう差別、本当にもう国に訴えるわ、国に、宮城っていくつだっけ、23歳になりました、あの、そうだよ、23歳になりました、平成、はい、1日です、平成4年です、5年だもん、え、真央さん何年ですか、俺2年、2年、うん、ああ2年、そうなんだ、24歳なんで今僕、そうで 5の年ですからね、みんなお祝いに来て、お祝いに来て、うん、うん、ええそう、お祝いしてよ、うん、うん、おいでよ、俺もお祝いしてよ、お祝いすることってそんな好きじゃないけど、お祝いされるの好きだから授業みんなお祝いしてよ、悪いわマジで本当に、でも今日の真央さんのラリソンブルーが一番面白かった、うん、ラリソンブルーがあの言い方絶対してねえからマジでそうだね、なんかみんななんかいいね、いいっすね、うん、今日なんか楽しいっすね、そうだね、うん、なんかもう喋ることないからさ、そう帰っていいっすかあと俺やっときますわ、帰りましょうよ、もう俺も帰りますわ、俺一人残した瞬間俺ほんと放送事故起こしますわ、そうだね、俺お水が欲しいもんこれ、ほんとにもうお酒入ってるんでしょこれ、入ってないよ、入ってない、入ってない、入ってないんだよ、じゃあ真央さんが一番奥の遅かったから、うんうん、真央さんに飲んでもらおうんだもん、飲んでもらおう、飲みます飲みます、僕あのもう見てくれてる人、今から一緒にバー行きましょうよ、ちょっと待って、全員あの歌舞伎町の交番のところのブルーですか、ブルーってバーはうちの系列なんで、はい、来てくれちゃう、じゃあブルーよりドロップ宣伝しましょうよドロップなんてもうつまんねえから来なくていいよ、もういいよ本当にもう、俺みんな来なくていいよ本当に、来なくていい、来なくていい、あ、だからあのアクシーの3階が僕らのバーなんで、そこの名前がラリソンブルーだ、ラリソンブルー、ラリソンブルー、で来月、でそれ7月っすね、もう7月っすよ、7月海行きたいっすね、みんな、海の日いつから解禁なんすか、俺毎年海行ってるよ、従業員と、そうな、うん、みんな俺は行く、
俺2年連続あの従業員に苦い思い出しか作られてないですよ。何で海で。あそうだよね。1回目は浮き輪でみんなでどっかに行こうよって、うん、みんなが浮き輪で遠くまで行ってて、うん、それに乗っかってたんですよね、うん、けど1回ちょ、雅深さ確かめろよみたいな、僕その時新人やったんで素直にあ、わかりましたっつって下まで潜っていって上がってきたら、うん、みんドロップ従業員全員で向こうにブワーって岸の方に逃げてて、俺はどんだけもう何キロも泳いでも水をバーバーかけられまくってそれ面白いですか？お時間あります？はい、ひでえわひでえわ、真帆さんのあの足かせにされてるから、ね、ひどい、本当にひどい取締役だよ、本当にもほんまに、ドンマイって言ってくれた子が優しいもんもう本当にもう感謝半端じゃねえわいや、今年の夏何したいですか、みんなまず海行きたいとか、オーケーあ、ちょっとやべえ、まだ高校生がいるわ、マジでしか、ほんとに青缶か俺童貞卒業、童貞卒業する、じゃあ、あの赤玉買ってきてください、いや、そっちはやめろやめませんか、なんだろう、夏って言ったらやっぱりまあ、うーん、おい、ちょっと待って、何これ、何テーマをラディソンブルーあはは、英語で来てるよ、英語で来てる、解読できたの、ね、ケンさんだけだよ、多分、ね、多分これ Facebook か、そういう ID を見て LINE に連絡してくれる子多いね、その外人の子だと思う、その外人ヘイヘイマオミートゥーミートゥーわけわかんないミートゥーミートゥーヘイユアケインユアケインジャッキーチェン俺ここじゃマオってちょっとやるケン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 よっしゃよし、もう1分前じゃん、でなんか告知することないっすもんね。じゃあもうカウントだけしてもらえる、まあ、50秒前俺らは何も告知もなんも毎日来てくれた人は絶対楽しませるから、やべえ、なんか一日かっこいい、一日かっこいい、でも30秒前ですから30秒間だけ楽しませるからな俺は30秒間まあまあな俺らまだ旅行気分抜けてねえじゃん、そう俺行ってねえからその話やめてよ、あー楽しくなりそうじゃあ皆さん本当にみんな来てくださいね、はい、もうドロップお土産もいっぱい買ってるんでね、はい、皆さんぜひドロップに来てください、はい、じゃあまた来週も見てください、皆さんじゃあねー、じゃあねー、バイバーイいや面白い、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。